ペットトークから、来ました、ゆかのです、今日インタビューしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。じゃあ、質問、名前とあと今日早稲田祭で楽しみにしていることを、教えてください。森幸渚です。国際教養学部1年生で、今日の早稲田祭で、大熊講堂前ステージで踊るので、それが一番楽しみです。ちなみにどこのクラブサークルですか？ブリリアントピンクスっていうダンスサークル。ぜひ見に来てください。はい、じゃあ、今からこの中にあるトピックから一つ選んでもらって、ちょっと質問に答えてもらいます。はい、じゃあお願いします。エンバイロメント見して。はい、エンバイロメントです。はい、じゃあ、環境問題について聞いたときに、その自分のマインドになんか出てくるものとか言葉ってどういうものがあったりしますか？SDGs が一番初めに出てくるかなって思います。 SDGs のなんかどういうゴールとかってありますか？どういうゴールとかないんですけど、なんか高校でよくそういう SDGs のことに関してエッセイとかよく書いてたので、あとなんか私のバイト先が新宿御苑の中のスタバなんですけど、なんか環境に配慮し、なんか環境をメインテーマとした店舗で、すごいグラスを推奨したりとかして、すごく環境面に配慮してる店舗なので、その SDGs みたいなことに関しては結構日常的に考えてるかなみたいな。なるほどなるほど。もう一個質問、ちょっと似たような感じなんですけど、その環境問題ってなった時に自分はどうやって環境問題をメインテインとかマネージとかしてるか、もしあったら教えてほしいです。そうですね、なんかよくお母さんとかともなんか話したりしてるんですけど、なんかゴミの捨て方とかで、なんか生ゴミとかプラスチック使ったらちゃんと洗ってプラスチックの方に捨てるだったりとか、そういう燃えるゴミとか生ゴミっていうなんか分別とかもしてます。すごい、なるほど、ありがとうございました。以上です。今日頑張ってください。ありがとうございます。